どうも、大見飛龍です。皆さんお元気ですか？8月の29日です、今日は。外もすごいいい天気なんですけど、突き刺すような暑さですね、大阪は。本当やったらね、おはようございますって言って、朝ごはんから始まるんですけど、もう今時間がね、12時半なんですよ。さっきまで、取材を受けてました。うちの家の3階で。またね、そのうち出ると思いますんで、よろしくお願いします。大見飛龍の我が家に訪問。さあ、ポンちゃんおいで。さあ、というわけで、今からね、また OS 劇場の方に行きます。納品です。納品しに行きます。というのも、前の動画でもあったんですけど、俺言ったっけ言ってなかったっけ、我が社株式会社 GI エンターテインメント映像部っていうのがありまして、その映像部の方でまた今回、なにわ劇団の方の DVD を立て続けに2本制作させていただいております。本当に腕利きのカメラマンと編集マンが作っております、ね、劇団新幹線とかね、大黒摩季さんとか、ポン話が入ってけへんって、韓国のアイドルグループとかね、あとオペラ座の怪人とか、そういう舞台などを手掛けたチームです。それが我が社の映像部に加わっております。これを見てる方、何か撮ってほしいなという方、最高レベルの、日本でも最高レベルのそういうチームで何かを撮影したいあなた、株式会社 GI エンターテインメントまでお問い合わせください。というわけで、この間のね、大河一新の中学校卒業公演の DVD が全部ね焼き上がってきたので、今から納品しに行きます。行ってくるよポンちゃん。行ってくるよポンちゃん。行ってくるよ。一緒に行くの？一緒に行きたい。お外見るの好き？行ってくるね。無視。おー、綺麗。先日も撮ったんですけど、今日は天候がいいのでもっと綺麗に撮れるかなと思ってカメラ回してます。あ、綺麗綺麗。ちょっとアップとかどうかな。アップ、こう風に揺れてるあたり、アップ。麦わらの帽子の君の揺れてるマリーゴールドに似てる。あれ、ちょっとおかしい。あー、綺麗やね。で、優雅にスイレン撮ってる場合じゃないよ。 OS 劇場に行かなければ。何やこれ。いや、そのまま OS 劇場に行こうと思ったんですけどね、お腹減ってきたんですよ。なので、しんのすけにはもうしばらく待ってもらうことにして、お昼ご飯を食べることにしました。お昼ご飯と仕事、どっち取ります？お昼ご飯。さあ、本日のお昼ご飯です。本日のお昼ご飯はひつまむし、赤だし、いただきます。恥ずかしいことをしてしまった。恥ずかしいよ。俺このまま食べてたんや。ここに茶碗があるの今気づいた。全然周りを見てなかったっていう証拠やね。俺これ食べてたもん、このまま。これによそって食べるんよね。こうするね、人間は。人間は、日本人はこうやって食べるね。覚えときなさい皆さん。おひつのまま食べたあかんねんで、ご飯は。恥ずかしいわ今。わさびをちょっとのせて、ね、ネギもちょっとのせて、ちょっとあられもちょっとのせて、それで
それでひつまむし、ひつまむし、ひつまむし。美味しかったけど最悪。全部食べ終わって山椒があるのに気づいた。これまあショック。今から納品してきます。今帰ってきました。はあ、暑かった。途中うなぎも食べたし、そしてそのまま OS 劇場に納品、そして今帰ってきました。あ、もう5時か。昨日17ライブの配信ができなかったんで今日に振り替えの予定なんやけど、どうしよっかな、どうしよっかな、やっちゃおうかな、どうしよっかなって考えてます。今まあいろいろ悩んだせい17ライブ決行します。やることにしました。もう月末やしな、やっとこう。みんなに知らせよう、今からやるよって言って。オッケー、今スケジュール出しました。おいで、おいで、ジャッキーおいで、寂しかった。はい、おいで、ジャッキー、はい、はい、ジャッキーも、はい、はい、ジャッキー、ジャッキー、よし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 。じゃあ、3階に上がって準備始めるか。今ちょっと、あ、これエコーはいらんのか、これは別に撮ってるわけじゃないから、これ YouTube 用に撮ってますからね。今ちょうどこの定位置にカメラを置いて、17ライブ配信用の位置にカメラを置いてみました。これどうですか、どうですか、めちゃめちゃ画像いいでしょ。これがね17では伝わりづらい、づらいんですよね。これ YouTube やからこんだけ綺麗に載せれるんですけど、17ライブやったらこんだけ綺麗に映像が飛ばないんよね。これはまた悲しいことかな。さあそろそろ化粧します。じゃあ次よ。ことがたくさんあるよ、来てほしいな、些細なことも愚痴だって冗談だって泣き言だって、君には全部知ってほしい。話したいことが少しでも胸の中にもし潜んでるなら、無理して言う必要もないけど、いつでも受け止めるから、さ一人で戦う姿には特別な敬意を払うけど、日陰がないと休めないだろう、見つかないと潤わないだろう。ありがとうございました。小泉清でした。踊ってる最中にまたたくさんのギフトやエールシェア、また、ありがとうございましたね。愛の場所で勝手に OK110 こんばんは。これ直した、ありがとう。やったね。いきなり顔いきなり顔いきなり顔、いえいえ何を言ってます、こちらこそ。あ、リエこんばんは、いらっしゃい。この歌好き、うん、ありがとう。あ、センジも震える、ありがとう。あ、シアもありがとうやで。ミリ寿司食いね、ありがとう。これ寿司食いね見た初めてやな。
寿司食いねー。あったな、そんな歌。渋垣大会寿司食いねー。マイナス100度笑った。ありがとう。なんかやってしまうね。あ、ちょっと待って、もうノーマルに戻すわ。いや、今日はよう固まるね、これちょっと。もう固まりんやね、これ。固まりんやね、これちょっと。もう可愛く言うとか固まりんやね、これ。呆れず向き合ってくれて、私の居場所ですって断言した。一言で報われるなんて、胸が締め付けられていたいな。僕の存在が君にとって、これからも居場所でありますように。大したことはできないけど、小さなことから頑張ってみるよ。今更まっすぐで愚直な愛に気づけた僕はナンセンスだ。せめてこの歌で伝えさせて、胸いっぱいに膨れ上がった気持ち。信じる力ってどこから出てくるんだろう。真意を見抜く力があれば楽に生きれるのに。魔法のメガネが良いのですが、魔法のメガネどれ？魔法のメガネが良いのですが、魔法のメガネなんてなの？え？昔の写真とか見たら、どっちっていう写りのやつあるからね。ね、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 めっちゃ良さあるから、ここ人。ね、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 アリーナー！アリーナー！スタンドー！アリーナー！お隣の人。はい、お疲れ様でした、先ほど17ライブの生配信も終了いたしまして、お風呂に入ってさっぱりでーす。今日の夜ご飯は、今日は鯛めし作ってくれました。鯛めし、味噌汁、厚揚げ。これ厚揚げ僕大好物なんですよ。ね、で冷しゃぶで、チキン、麺抵抗、キムチ、いただきまーす。じゃあ、お疲れ様でした。乾杯。あー、うまっ。じゃあ、いただきまーす。皆さん、おやすみなさい。ではでは。